オーディーンの選手たちのユニフォームオーディーンの選手たちは2015年にフィンランドで設立された国際的なヨーロッパの反移民グループ。2015年も欧州難民危機に直面し移民の犯罪からヨーロッパ系市民を守る自警活動をしている。自称しており、レイシストやネオナチであることを否定している。スウェーデン、オーストラリア、ドイツ、ベルギー、エストニア、イギリス、カナダ。 アメリカ合衆国にも支部を持つ。難民の受け入れ以降、ケルン王晦日集団性暴行事件など移民による犯罪が取り沙汰される中、ネオナチなど右翼団体のメンバーであったと称するミカランタにより創設される。オーストラリアのオーディンの戦士たちはメルボルンで活動するエーペックスと呼ばれるアフリカ系ストリートギャングなどと対立していることで知られる。2016年より、 ユーコン順州、エドモントン、グランドプレイリー、バンクーバーに拠点を持つ。ペギータなど、右派団体のメンバーであった、ロニー・アルトにより2016年より活動を開始する。2016年3月より活動を開始。ヨーテボリにて、ブラックブロック系グループと激しく衝突したことで知られる。オーディーンの選手たちは、路上での時警活動をする際、エンブレムがプリントされた。 ユニフォームを着用する。エンブレムはバイカーパッチに影響を受けたもので、バイキングを連想させる角カブとの図柄で、髭部分には国旗、下部には国名や都市名が記載される。ありがとうございます。